はうの、パラプンテージ、ェリーグサッカーチャンネルというところで、今回、マテウス劇場、そしてファンマ一発というところで、山形戦の振り返りやっていきます。よろしくお願いいたしますというところで、さあ、マテウスのね、調子が止まらんというか、まあ、間違いなく今 J2 で一番ね、えー、恐ろしいのはマテウスじゃないんですかね。まあ、相手がボール持っていても、ね、そこでボール奪ってカウンターに、 つなげることができるし、まあ低い力ね運ぶこともできる、で得点も決めきるみたいな、でこの試合もねアシスト決めて、みたい得点も決めて、ワンゴール、ワンシュートですよね。まあ、マテウスいなかったら、今年はねどうなっていたんだ、別にマテウスいなくてもね、うん、ある程度他の選手が活躍をしていたかもしれませんが、ただマテウス以上に他の選手がね、ね代わりの選手が活躍できたかって、なんかそこはあまり想像できないぐらい調子がいいですよね。でファンマも今年は数 スーパーサブの方が活躍するのかなうん、途中から出てまた一発というとこなんでまあ相手が疲れた後にねファン待ってのちょっと山形さんからしたら結構しんどかったかもしれませんさあじゃあそんなゲーム振り返りやりますへさあまずこちら えー、ってところで、まずこちらですよ。表、えー、がどっか行ってますね。えー、そう、えー、長崎2対0、山形に勝利というところです。まあ、両者変更は最小限でしたね。長崎はエジガルジュニア選手が、えー、先発。まあ、毎回このエジガルジュニアかファンマーかっていうところの、ね、変化に今後も、えー、なっていきそうです。それ以外はあんまり変化がないですしね。で、えー、山形に関しては今日右に山田選手が昨日か、ね、入りました、中先発メンバーでした。で、 まあマテウスは止められないですね、あそこゴールシーンもまあ、動き直し含めてうまかったですしねいやーマテウスがいてくれてよかったねというところ、まあ、僕も1年前、マテウス1年前かかもうちょっと先かまあ、えー、マテウスが加入した時は、まあ、僕ほんときはガンバ大阪、ガンバ大阪時代のマテウスのパワフルなプレーがね、えー、大好きで、ああいう中盤の破壊者じゃないけどねもう自分でボールを奪えるし、運んでシュートまでいけるみたいな、ああいうフィジカルの力でゴ,ルゴリゴリいけるね 選手僕好きなんですよねこういうね、えー、ゴリゴリ系の選手好きなんでマテウスねガンバ時代から好きだったんだよね来てよかったねっていう話は去年からずっとしていたんですけどもただもうね好きだよねっていうレベルじゃないぐらい、えー、勝ち点さんに貢献していますんで、まあ、やっぱ長崎のサッカーっていうか、まあ、J2 にこのレベルの選手はね、えーまあ、生態系破壊に近いものを、えー、感じますまあ波の日本人じゃマテウスを止めることは、えー、難しい状況ですよね であとはだから、ね、地,味地味でもないけどもう毎試合、笠柳の、ね、貢献度。 ってところまあ枠にもっとシュートが例えばね彼もいいのかもしれませんがシュートシーン以外ではやっぱこう一人で深いところまでボール運べますしチャンスになりそう何か起きそうなところでボールをね供給することができるんでまあそれも一つの貢献にはなる一方でその前のところですよねあの笠柳選手ねサイドチェンジのパスうまいですよねまあ2 0メ3 0ルぐらいのサイドチェンジのパスを出すことができるんでまあやっぱ左サイド、笠柳選手がボール ボールを持ったら相手選手選は1枚,2枚でこう潰しにかかりますよ、ねまあ、一人二人、笠柳選手は引きつけておいて、ガラーキの反対サイド、まあ、松山選手のサイドまで一気に展開するみたいな、で、松山選手がこう相手を1対1作っていくみたいなところができていますんで、完全に笠柳選手が餌ですよね。笠柳選手がボールを持って相手を引きつけておいて、自分で行くんじゃなくて、サイドチェンジのパスを出して、えー、反対の松山選手を使っていくみたいな、この貢献度はね、 あんまり触れられらていないななのかなあんまり僕も、ね、その意見は聞かないんですけど、こんだけ長いパスを蹴れるサイドチェンジのパスの精度が高いサイドハーフ、ウィングってあんまりいないですよね、まあ、ウィングかサイドハーフじゃないか、まあ、ウィングの選手ってそんないなくて、大体いいああいうサイドチェンジのパスを蹴るのは、まあ、中盤の、まあ、秋の選手みたいなパサータイプの選手が。 多かかったとかまままああ田中選手も蹴れはしますけしすどもそういうい結構、後ろめの選手がね長めのパスを出せるみたいなところ多いんですけどなかなかウィングの選手であんだけ一発で、えー、局面打開できるまあ質が高いボールを蹴れる選手ってそうはいない僕も J1、J2 ね見てますけどもウィングの選手であんだけねサイドチェンジのパスを蹴ることができる選手ってなかなかいないままあ、まあウィングなんでね、まあ、サイドチェンジよりも自分で行くとかそっちの役割そ、まあ、そもそもサイドチェンジ チェンジをウィングに求めていないみたいなクラブがほとんどとは思うんですけども、ただ笠井選手のこのね、えー、キックの精度の高さっちゅうところを感じます。まああんだけ長いパスを蹴れるね上手さがあるならばワクにもうちょっとね飛ばしてくれたらねいいのかな時間にもしますけども、とちょっと笠井選手のこの貢献の高さっちゅうちょっと最近感じますよね。で。 山形もなんかボールこそね前進することはできましたよね。ボール運んで、ねじゃあそこからまあどう崩してやろうかみたいな、ボールじっくり回しながらそういうのはえ見えた、狙いとしては分かるっちゃあ分かるところもあったんですけども、じゃあそこで最後、人差しできたかっていうと、そうではねむしろ長崎が山でにボールを持たせたぐらいの感じもしますま。結果としてはねシュートの本数もえ保持率も山形の方が上回っていて、本当だから長崎は40 ント前後かな、えー、保持率で言うと多分40%よりちょっと上ぐらいの数字であったと思うんですけども、だから本当は山形のスタッツっていうのが長崎のスタッツになるべきというか。 まあ、それはね監督の戦術とは考えたらより山形のスタッツの方が長崎が目立つところのはずなんだけどもただ、やっぱりそこをね、うん、下平さんリアリストですよね、割とこうねもう自分のサッカー突き詰めていく保持していくんだっていうところかと思っていたんですけども、まあ、山形さんがボール持つならもう全然持ってもいいよぐらいの気持ちが見えました、それぐらいの余裕ですよね、もう本当は自分たちがボールを持ちたいちいうのはねあったと思うんですけどもね。ただまあ、全然ね今の長崎であれ 例えば相手にこうボールを持たせる、それが自分たちの本来やりたいサッカーでなくても勝てるというところがやっぱり強みとしてね出てるのかなというのは。 あありまますし、まあ、このチーム、だから、保持型を目指していてね、ね監督もいえば、保持型のクラブあー監督ではあるんですけれども、例えば選手の質、選手の特徴とか見たときに、全然カウンターでもね、えー、潰せるっていうか、やれる選手が多いですよね、まあそれこそマテウス選手の推進力もそうですし、増山笠成の、えー、推進力とかで、でエジカルジュニアがまあ裏抜けするとかね、まあ縦にいける選手が多いで、ファンーマー選手も中にどんとどん構えるだけじゃなくて、少し引いてね、ねそこのカウンターの気 低い位置でカウンターの起点になることができるんで、まあ、うん、選手の質を見たときに、別に保持にこだわらなくても勝てるのかな、保持一辺倒の選手の特徴ではないっていうのは、やっぱ見ていてね、思うんで、こういうやり方でも勝てるというのは、やっぱでかいですよね。まあ、本当、長崎の特徴っていうのが、ね、非法人のとこでも、この試合は前面に出たんじゃないかというとこですよね。で、まあ、最後、マテウス、あのパスも良かった、そこしっかり通すんだってところには、 なりますけどもファンマーゴールで長崎決勝まあ決勝ゴールというかまあ本当にねとどめの一発ですよに,えになりました、でマテル選手1ゴール1アシストまあこの外国人の質の高さというところ長崎はえ感じることができましたまあ山形もね阿部選手からいいパス出してそこから前進していくみたいなところもあって国部選手も何本もいい選手シュートあったんですけども最後まあ崩しきれるというところでしょう。ボールたたせ点た 展開でまあ、そんなにねえー、走らされたわけでもないですし本当効率が一番今、まあえー、連戦の中日という意味では本当理想的な勝ち方がねできたんじゃなかろうかというゲーム展開でございましたね。中途ところじゃ最後順位表を見ていきましょう。こちらでところで、えー、岡山が止まりましたね。横浜 fc に敗れてと いうところで、上との差しまって、3位まで上がってきました。上との差も1ポイント差、1問じゃないや、2ポイント差の1ゲーム差ですよね。まあ、1試合でひっくり返すことができる差で、あると同時に、得失点差も、だから、まあ、ジェフ千葉さんがなんかね、千葉ロッテみたいな、まあ、ロッテよりも点取ったみたいなね、昨日のゲームでしたけどね、まあ、ジェフ千葉さんだけなんか野球のスコアみたいなことになってましたけれども、そのおかげからね、ジェフ千葉さん、えー、得失点差プラス8まで一気に上がってきました。まあ、20得点ですもんね。でただまあ上 見た時に長崎が特殊点差的には6でその1個下た横浜 C が7なんで徐々にこう特殊点差っていうところでもまあ上位陣と近づいてきていてでまあ、だと勝ち点で並んだ時勝ち点でなる時に0.5ポイント上回るみたいなところはあるかもしれませんまあ特殊点差の考え方で言うとまあ特殊点差が あのね差が大きい方が上に行けますんで並んだときはね。ってところで言うとま特、あ、殊点差の価値は0.5ポイントはあるとまあ、0.5みたいなね本当はないんですけれどもただま特殊点差は0.5ポイントの価値はあるまあ勝ち点で並んだら上に行けるというところだよね。 っていう考えができるんで、ま,あ、まだ特殊点差考えるには早い段階でありますけれども、ただ全然特殊点差もじわりじわりとね、ついてきていますんで、さあ、長崎また次ゲームがあります。まあ、多分メンバー変更があるとしたらファンマ選手のとこですかね。えー、ファンマ選手のとこに、あ、じゃあエジガルジュニオか、エジガルジュのとこにファンマが先発で入るぐらいで、どうだろうな、まあ、ずっとんと固定できても、特にちょ,っとちょっと休ませたいかな。うん、個人的には中盤の選手休ませたいなっていうのがあるんですけど、 けどもねどうなんだろうな、なかなかね、センターバックのところもでもね、しびき選手も帰ってきているようなんで、まあ徐々にこう、センターバックのところは、まあターンオーバーができるかな、いよ選手帰ってくればサイドバックのところもね、できるでしょうし、まあちょっと今後で、ね、長崎のメンバー、まあ次のゲーム、連戦どんなメンバーでくかというところでございましょうね、はい。というところの以上です。以上、パラムテージサッカーチャンネルございました。よかったちチャンネルその